あ、こう背中。ぐーっと腰が入ってるか自分で確認しながらね。うん、それ、そこでずーっと止めてて。はい、膝を床に押しながらパタパタ。リズムよくね、リズムよく少しずつ力入れてって。はい、楽にできる人は足を自分の体の近くまでグッと寄せてみろ。グッと寄せると腰が入るから。そう。うん。はい、いいです。一回そのまま前に行きましょう。顔前で手のひら上にしてどうぞ。足を胸のとこじゃなくてお腹につけるようにやってみて。そう。顔前向いてみて。うん。ぐーっと息吐きながら。はい、きついとこでぐーっと止めろ。ちょっと痛いところで。頑張れ。5、4、3、2、1。はい、いいです。はい、足まっすぐ。はい、まっすぐにするときついけど、もう一回腰をぐっと入れてみろ。うん。ぐっと背伸びする感じ。腰入った？はい、手横。肩の高さ。ちゃんと確認して、指先まで伸びてる。はい、手のひら上にした時にもう一回腰入れましょう。グッと入れる。はい、もうちょっと力入れて、入れて、グッと上に。そう。はい、前にパターンどうぞ。はい、ふーっと吐きながら上がってこない。まあ、こう手を前にグーッと伸ばしてみる。呼吸止めるな。はい、いいです。はい、今度足パー。つま先、スーッと遠くに入れたら、はい、手また横。はい、グッと腰入れる。はい、左側にどうぞ。そのままパターンとね。右のつま先をなるべく遠くに。そう。はい、プーッと止まってみろ。はい、もう一段息吐いて。あ、いい形になってきた。はい、いいです。はい、もう一回手横。グッと腰入ってる？入ってる、腰が。はい、反対どうぞ。左のつま先、そう、最初から伸ばす。はい、いいです。手横。そこでもつま先決めておかないと、後から決めることになる。はい、前にどうぞ。ペタッといきましょう。はい、自分のつま先、わかるでしょ、もう感覚で。あ、いいね、みんなぴったりだね。はい、いいです。はい、ちょっと2列目下がって、1列目ちょっともうちょっと前に来て。うん、はい、そこでいいよ。1列目もうちょっと前に来て。1列目もうちょっと前に来ます。はい、もう一回行くよ。つま先、はい、手横。はい、前にどうぞ。はい、お山くぐり入るけど、お山くぐりの頂点で止まって、はい、どうぞ。はい、もっと前に来れる、頂点で、それ頂点じゃない。
マコさん、頂点です。グッと上げてみろ。グッと上げてみろ、手で。そう、そこで止まる。秋なんかちょっとズルっぽくない？そう。ズルすんな。ワコズルしてるからまだ始まんないよ。終わんないよ。ほら。リョウジズルしてるよ。リョウジもっと上にグッと上げる。浮いていいから。はい、そのまま抜いて。はい、足の裏パターン。足の裏を続けて。足の裏と足の裏を合わせて。そう。はい、床にペタ。はい、手のひらを、胸の脇。なるべく後ろの方。はい、上がってきてどうぞ。お腹浮かないように上がるんだぞ。お腹浮かないように。はい、上がってきて、肘伸ばして、肘。そう。なんか一人ずるしてる。はい。はい、ぐーっと後ろ見る。壁見えました？秋は天井しか見えてないよね。はい。はい、ふーっと、まだ力抜け、力抜いて、ぐーっと。はい、股関節一人でに開くから。はい、です。はい、猫のストレッチ。はい、楽にでいいよ。楽に。はい、です。ゆっくり上がってきてください。はい、手足ブラブラ。